マサトチャンネル始まりました。今日はですね、千葉県船橋市にやってきました。船橋市、何しに来たか分かりますか？船橋はね、あるレジェンドキックボクサーがいるわけですよ。僕より下の世代でもレジェンドとか言われてますけど、はい、いやと、レジェンドっていうのは違うんですよと、本物のレジェンドがいるんですよ、キック界の。51歳になっても未だに現役プロキックボクサーを続けてるというね。51で現役、はい、そして次の試合がなんとプロ100戦目というね、節目の試合。僕の先輩ですよ、全日本キックの。ちょっとね、ちょっと久々に、久しぶりにその方にね、ちょっと会いに行こうかなと。こうですよ、昔ながらのジムって感じするね。この俺がいた米倉ジムもこの線路の音聞こえてたな。線路沿い、さあ行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。こんにちは。はい、果てしまあつさん。はい、ひとしと立島あつしですね。はい、50歳。立島選手は50歳です。ジャブ、インロー、ミドルキックで返す立島あつし。この間クレイジージャーニー、はい、ありがとう。次で100戦目なんですね。そう、今も99戦。よくやりますね。しぶといから。あ、立島さんの好きなコーヒーは、コーヒーが出てきた。ありがとう。もうね、コーヒーと卵と、ね、卵好きでしたよね、確かにね。昔そんな話をね、いろいろさせてもらってね。いやー、立島さん51で今なお現役ですか。すごいですね。すごく私のね、立島さんの写真ね、チャンピオンの表紙とかね。高校生プロキックボクサーっていうことで立島さんフューチャーされたのよ。現役高校生ながらプロキックボクサーっていうね。あの辺の立島さん、やんちゃ感が半端ないね。やんちゃ感あるね。これ立島さん何歳の時ですか？これ22歳。ここら辺の時代はなんか、あの辺の前田さんとの試合とかさ、ビデオで見たんじゃないかな。立島さんといえば何か知ってる？日本刀を持って入場してくんのよ。入ってください、立島さん。日本刀を持ってね、あれですよ、あの入場のテーマソング、スクールウォーズのテーマソング、今もそうですよね。あの洋楽の方ね。洋楽の方。それでこう日本刀をコールされると、後ろ立島敦志ってこう振り向くわけですよ。それでこう切るんですよね。そう、あの刀持ってないけどね。刀持ってないですけど、まあこう切るわけ。これはあのムエタイのワイクーっていうのがあって、ムエタイの選手がこう最後踊ってワイクーを踊りながら、こういろんな人がこう弓矢でこう放ったりする儀式があるわけよ。それを立島さんは刀に変えたんですよね。そうそう、そうですよね。あれやってもう99回やったんですか？あれ刀で99回切りましたか？あれ、タイのデビュー戦入れると100回。100回、次はフェザー級で100回。日本でのデビューがフェザー、はい、その前のタイが、はい、タイでのデビューがフェザーじゃなかったから。でフェザー級って57.15 57.15をデビューって何歳ですか？16歳。16歳からずっと同じ体重でいるんだよ。いや普通年齢とともにこう筋肉がついていって減量ってきつくなるから、みんな階級上げるわけよ。その頑固だからずっと同じ体重でやるんですよね。頑固じゃない。頑固じゃない。何ですか、何ですか。いや普通よ。普通、いや普通じゃないですよ、立島さん。普通だよ。普通じゃないです、それはもう。やっぱり立島さんみたいに、うん、この年まで現役でやられてる方がいないじゃないですか。ない。で立島さんとのね、出会いはね、俺がね 全日本キックだったわけよ。で立島さんも全日本キックの、フェザー級のチャンピオンだから、まあ先輩なわけで、
今が51ですよね。51だから俺の7歳、7個上で、18歳の時に全日本キックの筑波山合宿っていうのがあったのよ。その時に立手島さん一緒だったんですよね。そうそうそう、覚えてますか？覚えてる覚えてる。筑波山合宿覚えてる覚えてる、今もちゃんと覚えてる。それであの時3泊くらいですかね、4泊かな、そうそう、3泊か4泊くらいで一緒にこう泊まってて、それで初めて話をして、卵かけご飯の話とかコーヒーの話とか、のりたまとかね、そうそう必ずご飯の時間にのりたまをかけるわけちゃんとおかずあるんだよ、おかずあるんだけど、後輩の土屋ジョーさんっていう選手とかにかわしに行くわけよ。違う、かわしにコンビニ行くっていうから、うん、じゃあのりたま買ってきて、うん、そう、まあかわしに行ってたわけですよ土屋ジョーさんは車で来てたから、ね、買いに行ってましたよね、うん、そう、それでのりたまかけながら食べて、筑波山のね下から頂上までみんな競争して登るわけよ。俺息がいいから、若いから土屋城とこう競争して登っていくわけよ。立島さんマイクペースで登ってって、そうそうそう、なぜかあの頂上で一人ひたすら行ったり来たり走ってるわけよ何だ走って、何やってんだろうなと思いながら、俺はねついてね、うん、なんかマイペースでやってましたよね、ずっと。そんな会話をした、覚えてますか？覚えてる覚えてる。あの黒板、黒板、あ、なんかな、あれ何ですか、なんて書いてましたっけ。そう、1998年行き。あ、あの頃に戻るっていう意味ですか。そうそう、98年ですか、あの合宿。そうそうそう。あ、俺それさっき言ったんですよ、1998って何だ、1998年って教えてくれるのかと思ったけど、このジムごとタイムスリップするようなイメージで。そうそう、あのちょうど電車の線路沿いっていうのもあって、はい、そうそうそう。あ、なるほど。当時、立島さんから見たその若かりし正人さん、どういう感じでした？どういう存在ですか？18歳とか19歳、19歳かな。19歳。まあ、合宿行って、で、ほとんど知らない選手ばっかで、まあ、何人か知ってはいますけど、まあ、別にそんな話をするってわけでもないし、で、その中でみんながこう、正人、正人って呼んでる選手が一人いて、で、僕は知らない人をいきなり下の名前で呼びたくないから、あの、ごめん、ミュージュしてて、ヤコバシですって、僕だけ小林君って言うの。あ、そうでしたっけ一番確か年下だったんですよ、その時。そう、でもリングネームでも、うん、なんか芸能人の芸名でも、うん、なんか下の名前でこう、なんか言いづらくて、うん、自分はね、うん、合宿の最後に連絡先を交換して、うん、で、マサトが携帯持ってないって言うから、うん、いや、携帯買いなって言って、うん、で自宅の電話番号をノートに書いてくれて、うん、あそういえば、そういえば、そんなそういえばそうでしたね。そうで、うん、じゃあまたって言って、うん、電話がかかってきて、知らない携帯からだったんで、出たら、あ、マサトです、携帯買いましたって。助かったんだ、それで。どうでしたかね。当時、やっぱりキックのファイターで初 その1000万プレイヤーと、うん、私は呼ばれてたと思うんです、うん、当時、マサトさんから見て、どういう存在、どういうふうに映ったのか。いやいや、もうだからもう、その当時はもう、まだ一番わ、その合宿で言えば若くて、だからまあ、まあ大先輩みたいな感じでね。立島前田っていう全日本キックの2大看板だったんで、まあ、そこの選手です。話したいなみたいな感じで。高校生ながらプロのキックボクサーなんですよね。だから普通の高校生からは考えられないようなこう体験をされてたりとか。僕、人生があの他の普通の人と全然違うので、僕、中学卒業してタイに行って、で、向こうでデビューして帰ってきて、で、翌年、再受験したんですけど、ダメだったので、定時制の高校を通いながら、日本でプロでデビューして、ちょっと長いですよ。でしょ。そんで、デビューして、で、定時制の中間試験の日に交通事故に遭って入院して、試験受けれなかったら退学になって、で、翌々年に2年遅れで高校に入ったんです。で、前日制の。で、僕、高校生キックボクサーって言われてあれですけど、でもみんなよりも 2歳遅れてるので、なので、あの高校生チャンピオンって言っても僕19歳だったので、そんなにすごくもないし珍しくもないです。ただあの学歴というか人生はあの珍しいですけど。だって初めてタイ行ったのって何歳ですか？15歳。15歳ってことは何年前？35年前？36年前？そう、36年前。
36年前のタイってやばいからねやばいですよね。やばいやばい。だって水とかさ、シャワーとか、タイのシャワーってこうシャワーなくて亀みたいのに水が溜まってて、それを水浴びするのよ。その上になんかボウフラがいっぱい湧いてるんですよね。あと、そうそうそう、ゴキブリがすごくて。ゴキブリすごいですよね壁中で、そのゴキブリを、OK でこう全部こう落として流して、それからじゃないと入れなかったっ。それで水浴びって、それで石鹸で体洗うわけよ。だから俺も初めてタイに練習行った時のジムって、ジムの室を借りて寝てたんですけど、朝起きると必ずゴキブリが潰れてるんですよ、いるよね。いや、ほとんど眠れなくて、暑いし、当時、あの時20歳なんで、24年前なんですけど、エアコンもなくて、暑くて、で、潰れてるってことは、朝起きて俺が潰してんのかな、みたいなそんな状況のタイでしたからね。寝てて、痒いなと思って、こうやってやったら、ゴキブリやったって。そうですよね。そんなんですよね。でも、そう、俺の中にね、縦島イズムいっぱい入ってんのよ。18の頃、合宿で会って、縦島さんの話聞くと、こんなこと言うのよ。俺はタイに別に友達作りに行くわけじゃないから、タイで日本人がいても絶対口聞かないって言うわけよ。ですよね。俺それ真似したからね。めっちゃ孤独だったから。あれタイで結構日本人の練習してきてんじゃないですか。立島さんのせいで相当つらかったから、ね、日本人いるんだよジムに。俺口聞かなかったから。旅行気分っていうのを自分自身の中で断ち切った方がいいんじゃない。まあまあ、うん、何しに来てるかってことですよね、うん、そうそうそう、うん、そういうのもあったから俺全日本キック時代とか K-1 出た時代とかコヒと超仲悪かったの。だから同じ階級のライバルとは口聞かないっていうさ、うん、立島さんもそうだった。根底にあったものが、そうそう、立島さんのその立島イズムが、そうそうそう、試合以外で仲良くしてて、ね、でまた試合決まって、うん、重いじゃない。まあそうですね、うん、どんなにいい試合でもどんだけ本気でやってても演出に 見えようが何だろうが、あの仲良くする必要はないよね、うん、次、いよいよ立島さん100戦目ですけど、なんでまだやってるんですか。いや、この世界は、このキックボクシングの世界は、うん、あの残念ながら、うん、どんだけすごかろうが、うん、もう忘れられて いくじゃんか、まあまあ、実際、まああのまあ、現役を引退すれば、まあ、もうね昔の選手、と残念ながらこの自分がこう活躍した時代の映像だったり写真だったりすら手に入れることができなくなっちゃったり、たまたま自分は現役で、かろうじて現役でこうやって今こういう場を与えられたからいいけど、もしじゃあ自分が 20代半ばとかで引退してたとしたら、もう自分なんかとっくに忘れられてるんですよ。自分が始めた時にキックボクシングがそんな世界だから、いろんな覚悟を持って始めたんだけど、最後は、うん、笑ってやめたいっていうのがあって、ね、そのためにはやっぱ自分自身に対するこう納得だったりがやっぱ必要で、その一つが、あの大きな一つが、その同じ階級で100戦やった人はいないから、ね、だったら自分でこう誇らしげにこう思えて納得できるかなって思って言うのが次の100戦なんですね。そうそうそう、マサトさんから見ても、先輩の方がまだ現役っていう、うん、これ自体がマサトさんの目から見るとどう映りますか。いや、すごいですよね。51でしょ、俺より7歳上だからね。まだ戦うかと、まだこう自分が納得できるまで多分戦うんだと思ってて、まあ、それがもともと最初に決めた100戦っていうのが、いやだからさっき言ったじゃん、こだわりがさ、自分でこだわってた100戦っていうのをね、やってみたら次1000とか言うかもしれないよ。言わないよ。それはないですか。それはないですか、うん、51歳で現役のキックボクサーっていう人の練習メニューとか何をしているのかって変わってないんですよね、きっと。特にあの皆さんやってる練習と一緒だと思いますよ。あの特別なことは何も。でも相変わらず走ってるんですか。走る走る。あ、練習前、自分はこれが普通だと思って中学生の頃からやってるんですけど、走ってから練習する。試合終わったら走って帰るんだよ。
あれから走って帰るんですか。走って帰る。どうですか、うん、途中で見えないところで電車とか乗ってたんですか。乗らない。まあ歩いたりはするけど、はい、この間は新宿からだったから40キロちょっと走って帰ったんですか。走って帰った。何時間かかるんですか。5時間くらいかかるんじゃないですか。試合終わった直後って、うん、あの分かると思うけど、歩くだけでもしんどいじゃんか。痛いですよね、うん、だから結構時間が、毎回時間はかかるんだけど、でもこれ結構みんなバカにするんだけど、これがじゃあスポーツ医学的に正しいってなったら、みんな、あ、俺も実はやってるんだって真似するんです。実際これ、自分が何も考えずにやってるわけじゃなくて、自分はこれを超リスタートって呼んでるんだけど、うん、試合終わった次の日ってだるいじゃない。だるいし、むくみますよね。そう、むくむし、腫れるし、はい、でもそれがなくなるのよ。あ、走って帰ってくると汗で出るからですか。体温が下がるっていうのもそう、あの走って汗をかくことによって、で、皮膚の蹴られた打撲の熱とかもなくなるんです。試合の次の日って、布団から立ち上がるのすら苦痛なんです、うん、すごく辛いんです、うん、ね、トイレに行くのも辛いんです。もう腰回りだったり背中だったり、でもそれが、ね、全くなくなるんです。あれ、俺試合の次の日も走ってたんですよ、うん、俺そこも立て島イズムでやってたのかもしれない、もしかして、うん、あの俺3試合トーナメントやってボロボロで足めちゃくちゃ痛いのに走って、いつも走ってますよ、うん、試合の次の日、うん、あのリスタートが早ければ早いほど、うん、気がな治りが早くて、で、うん、それが試合終わった直後だと、なおさらいい、で、オイラだから試合終わった後、うん、走って帰ってきて、次の日、うん、どこも痛くないよ、普通に走れる。確かにむくみが取れたり、多分むくむんですよね、試合の後ってやっぱこう減量してるから。石破さん、一度大きい事故をされて、そうそうそう、で、その後また復帰するじゃないですか、はい、そこの話もちょっと僕気になってたんですけど。6年ブランクあるんですか。あ、交通事故に1回あって、それ何歳の時ですか。交通事故32歳の時かな、から38まで、うん、69戦目の決まってた試合の前の何週間か前に交通事故に遭って、その試合ができなくなっちゃったから、で、試合前にやるつもりだったから、そのやるつもりだった1試合だけはどうしてもやろうと思って、6年後にその試合をもう一度やりたいという願いだけで6年頑張ったっていうところ。そうです。悔しい思いをしてきたので、その間にいろんな、そのさっきも言ったその忘れられちゃうって話で言ったら、自分がその間にもうアルバイトの生活をしてて、コンビニの倉庫でその日はアルバイトしてて、でバイト仲間のおっさんらが休憩中に、自分はだからもう恥ずかしいからキックボクサーだってことは言わなかったんですね。でも何かのタイミングで、その自分が元、立島君元キックボクサーなんだってみたいな話になって、立島君すごいね、昔前田健作って選手とやったんだねっつって、なんか僕が作った歴史がなんか全部こうすり替わってて、まあそれはあの立島さんが上で、こう前田さんが立島さんを食いに行ってたわけという、今の話だと逆になってる、そういうことですよね。そういうことですよ。だから、あ、簡単に歴史って、頑張ってきた歴史って簡単になくなったりしちゃうんだなって僕はその時に思ったんですよ。まあそれだけじゃなくって、やっぱまあ息子がいじめられたり、お前のお父さんなんか誰も知らねえよって、なんかいじめられてんの見たりとかするのを すごく悔しくて、だからどうしてもちょっともう一回やりたいっていう思いがずっとあったんですね。なるほど。だって俺がもう選手辞めちゃって何もやってなかったら、多分マサトって分かんなくなっちゃうんですけど、最近あれと YouTube よく見てます、見てますよってすげえ言われるわけですよ、うん、走り続けると忘れられないんだなみたいな。だからやめちゃうとダメなわけですよ。だから別にそれは現役を続けろじゃなくて、引退した後もなんか走り続けるわけですよ、うん、多分俺もやめた後も勝負だった時があって、やめた後も勝負じゃないですか、人生なんて、うん、かなと、うん、なんかこうやり続ける。記念すべき目標のね、100戦目ですけど、勝って100戦目を締めくくってほしいなと思います、はい、そしてそこからがまた新しいスタートの始まりなので、200戦目指して頑張ってください。200戦は無理だ。いやでもまだ100戦終わっても、まあそこからまた新たなスタートですからね、結局走り続けなきゃいけないんで、また新たな勝負、あのそれは終わってから考えます。そうですね、終わってから
いつですか試合の日にちは100戦目。いや、まだ決まってんですか。なんか花束贈呈しに行く。ありがとう。ぜひ頑張ってください。ありがとう。はい、今日はありがとうございました。さよなら。立島篤さんでした。